半間岩先生です。スワップ FX でですね、スワップ金利を含めてね、シグナビから稼ぐ方法ですね。これはね、ユーロ ZAR だとですね、1日 20.63 ドルですね、なんですよ、スワップのね。で、ユーロ MXN が 13.41、これですね。これね、まあ2倍ぐらい違うね。あと USDZAR ね、ZAR が 9.5 ドルなんですね、1日でね。で、1日でスワップが10ドルぐらいあるんですね。で、これはもう10倍違うんですね、こっちの USDZAR と。ユーロ ZAR ね。で、売りの時ですね。売りの時だけですね。買いはもう大損ですね。これは買いはできないんですね。で、売りの時だけだから、でこれはね、66.7、61.2、いっぱいシグナルが出るのでね、このシグナルでね、点線で、大体投資すればいいんですね、売りでね。上の時ね、売りの時ですね。買いの時はやめるんですね。買いの時に計算するような感じですね。ここでしょ。ここで計算するんですね。ここで計算するんですね。ここで買って。買って、ここで決算する。ここはだいぶ損しちゃいますけどね。ここ3つで、スワップ金利だけは稼げてると思う。こことここで決算。あ、じゃあ、ここでしょ、ここで決算ですね。ここでやったら、ここで決算。これが、売りの時だけ取引して、これすごいんですね。20.63 ドルですよ、これ。ZAR。ユーロ ZAR ね。ここら辺で取引できるとすごいですね。これぶつかって上がって下がってきたんですね。こういう時はもうここで決算しちゃうんですよね。これ取引した方がいいかな。ね。このスワップ金利すごいですよね、これね。半端じゃないって。ちょっと試しで投資してみますよ。どうもありがとう。